光応援団の大野雅也です。今回も地球温暖化について楽しく学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。そして教えてくれるのは新潟県地球温暖化防止活動推進員の三田由香先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、前回このまま現状を上回る地球温暖化対策を取らなかった場合、およそ80年後には世界の気温が最大で 4.8 度も上昇するという驚きの数字が出ましたけれども、先生、なぜそんなに気温が上がるんでしょうか。はい、それは私たちの暮らしが豊かになりすぎて、大量生産、大量消費を繰り返して石油や石炭などのエネルギーを使い、昔とは比べ物にならない量の二酸化炭素を排出しているからなんです。先生、そうなるともはや世界レベルで対策を取らないとダメですよね。風間さん、その通りです。ではここで問題です。この地球温暖化を抑えるために2015年に世界で合意したのは次のうちどれでしょうか。はい、3つの中から選んでいただきたいと思います。正解はまた次回です。それでは皆さん、次回の放送をお楽しみに。